金魚とかもしたっけ。あー、さあ、いい。どっかで。金魚って戻って、金魚的になって、受けて。ああ、まあ、一緒。まあ、それも、さすがに。まあ、こっちが使わないから。ですと思ったんですけどね。C 級1組最終11回戦で、勝たれて9勝1敗で昇級を決められた大橋貴洋6度目のインタビューです。よろしくお願いいたします。あ、はい、お願いします。勝たれて、自力で昇級を決められました。今のお気持ちを教えてください。そうですね、まあ、やっぱり結果を出せたっていうことで、まあ、嬉しく思いますね。もう今日、まあ、ご自分が勝てば、文句なく昇級決定、たとえ負けても、飯島八段か高橋九段か、まあ、どちらか負ければ昇級決定という状況でした。こういう状況についてはいかがですか。はい、そうですね、はい、まあ、やっぱり自力っていう、まあ、状況になったので、まあ、そういう状況で戦えるっていうのは、やっぱりありがたいことなんで、そうですね、こう、まあ、全力で指したいなっていうふうに思いました。特に、前期 C 級2組から C 級1組に昇級されたばかりで連続昇級ということになりました。この点はいかがでしょうか。そうですね、はい、まあ、一つ一つこう上をまあ見る戦いっていうのがまあできているなっていうふうに思っているので、まあそこはすごくいいところだなっていう、はい、思っています。今期の10曲、まあ、振り返っていただいて、まあ、印象に残る1曲があれば教えていただけますでしょうか。はい、そうですね、そうですね、まあ、やっぱりまあ、今終わったばっかりなんで、その今の、まあ、今日の将棋ですねがやっぱり、一番なんというか、そうですね、まあ、印象に残ってますね。まあ、10局の中でも一番印象に残っている今日の将棋ですけれども、特に、この場面、この一手というのがあれば教えていただけますか。かなり拝見していて、まあ、攻め続けられた印象があるんですけれども、はい、そうですね、まあ、この一手というと、まあ、どちらも難しかったんですけど、まあ、その6六馬って引いたあたりですね、まあ、このあたりは結構そのまあ、どうやって穴熊を攻略するかという状況だったんですけど、まあ、それにある程度道筋をつけての、まあ、6六馬って引いたので、まあ、そのあたりがそうですね、まあ、まあ、1手あげるとするならそこかなと、はい、6六馬と引いて、宮本五段が6五歩と馬取りに歩を、はい、伸ばされて、でそれを放置されて9三歩、そして同香に7一飛車成と、非常に豪快な、ああはい、そうですね、なんかその、ま、この組み立てがいいんじゃないかなっていうので、考えた結果の手順かなっていう感じですけど、はい、まあ、一応そのあたりで結構受けが難しいような気はなんとなく、はい、してました。でこの辺で、手応えというか、はい、そうですね、はい、あと少し、序盤に戻りますけれども、試験飛車穴熊に対して、はい、3筋に飛車を回して、3五歩同歩同飛車と、はい、そして5五歩同銀を絡めて攻めていく、はい、攻め筋でした。これは用意のというか、あ、そうですね、まあ穴熊に組み合うっ
展開は普段よく指してるんですけど、まあじっくり、指す展開も、やりたかったんですけど、まあ、ちょっと今日は積極的にどっちかっていうとやろうかなっていうふうに思ってたので、まあそうなると、まあ、本譜みたいになんか、まあ、いろいろ動ける方がいいのかなって思って、まあ、ちょっとどうだったか作戦的にどうだったかはちょっと、わかんないですけど、もう将棋世界の最新号の、インタビューでは今年は一味違った大橋貴洋をお見せしたいなというふうに思っていますというふうに、お話しされておられました。今日非常に積極的な、姿勢を貫かれたというのもそれが新しい大橋さんということでしょうか。そうですね、まあそうですね、まあ、まあ、結果をやっぱり出せてるっていうのは、そうですね、まあ、いいことだと思うんで、まあ、まあ、一歩ずつですけど、前に進んでいきたいなっていう、気持ちを、込めてます。将棋世界の最新号のインタビューでは、スーツをカラフルなスーツを3着、着られての、写真グラビアありでのインタビューで、非常に大橋さんの特徴が、個性が出ているインタビューかなと思って拝見したんですけれども、今日のスーツはどんな、お気持ちで選ばれたんでしょうか。そうですね、まあそうですね、そうですね、まあ今日はそうですね、まあこんな感じですけど、まあなんというかそんなに深い理由があるわけではないんですけど、まあでもなんかそのまあちょっと今日はそうですね、これで戦ってみたいなっていう、気持ちになったので今日はこちらのスーツで、恥ずかしい話ですけど、色とかがよく私わからないものですから今日の、この色は何と言えばいいですか。今日は、黒ですね。生地も何か少し厚手の生地でしょうか。そうですね、ベルベットの、本当に昇級おめでとうございますということなんですけれども、上がったばかりで次のことを言ってはいけないのかもしれませんけれども、来季は B 級2組で戦われることになります。B 級2組どんな印象をお持ちですか。そうですね、やっぱりあんまり指したことない方々がたくさんいらっしゃるので、やっぱりそういう方とこう指せるっていうのは、楽しみにしてます。来季の目標みたいなものがあれば教えてください。そうですね、やっぱり、上を目指す戦いっていうのができればいいなっていうふうに、思ってます。76期 C 級2組で、順位戦初参戦なさってから、調べましたら8勝2敗、7勝3敗、8勝2敗、8勝2敗、そして今季の9勝1敗と、非常に、好成績をずっと残しておられるんですけれども、どの棋戦ももちろん大切だとは思うんですけれども、順位戦への取り組み、意気込みみたいなものは
あ、そうですね、はい、やっぱり1年通してっていう、棋戦ですので、しっかりこう順位戦を戦うっていうのはやっぱり1年の状態も、いい状態にできるのかなっていうのもあるので、やっぱり一つこう、やっぱり昇級に絡む戦いを、できればっていうところはありますね。やっぱりそこを目標にやっぱり常にやっていますね。ありがとうございます。ビデオで録画させていただいてるんですけども、あ、はいはい、YouTube の、囲碁将棋 TV 朝日新聞社、あ、これで、はい、動画を上げさせていただこうと思ってます。あ、はい、で、ファンの方もきっと見てくださると思うんですけれども、上がりたてほやほやで、初級を決めてのファンの方への一言いただけますでしょうか。はい、そうですね、はい、そうですね、はい、いつも応援していただいてありがとうございます。今回ですね、順位戦はしっかり、結果を出すことができて、とても嬉しく思います。やっぱり、そうですね、いつもこう応援していただいているっていうのがすごく励みになりますので、しっかりと、これからも、精進して、タイトルに絡めるようにですね、はい、頑張っていきたいと思います。大越五段、本当におめでとうございました。ありがとうございます。お疲れのところありがとうございました。どうもありがとうございました。